551がペンギンさんございますけれども、ペンギンさん念願の551をですわ買ってまいりましたね。はい、食べます。はい、これから食べるんですけどね、ちなみに、はい、ベスパで、はい、一応京都まで、はい、ブラッとやってきまして、来ましたね、はい、食べますよ。誰が見たいねんって話がええねん、食べたいから食べんねん。どんな感じ、普通でしょ。まあせやけれども、まあ、一口お食べなさいよ、はい、普通と言われましてもね、うん、初めてほんま食べんの。ほんまですよ、なんやかんやと食べる機会がなかったんですよ。まあ食べてください、じゃあ一つ、いつ見てもね、うん、行列やしね、うん、いただきますよ。はい、あ、結構あれやな、ずっしりも来るし、うん、割ってみましたよ。はい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 、いただきます。どうぞ。え、皮が厚いでんな。厚い、うん、うん、ちょっとあれですよ。何ですか。いや、あの今までコンビニの中華まんしか食べたことないので、うん、あれこんなに生地分厚くないやないですか。ああ、そうですか。コンビニのは、ああ、あんまりそっちは食べたことないんで。そやな、うん、まあこれはこれで美味しい。美味しい、うん、ああ、初551だよな。551、はい、はい、満足ですわ。満足、はい、ベスパで来たかありますか、京都まで。あります。ああ、よかったですね、はい。いや、こんなことでもなかったら、うん、もしかしたら一生食べへんかったかもわからん、うん、なんやかんやと551、うん、京都まで来て、はい、買ってですね、はい、井野田モータースには行かなかったというね。そうやね不義理なことをしましたね。はい、しゃあない、ちょっと着いた時間が遅かったやん、うん、あのね、しゃあないですわ。花より団子ですよね。はい、はい、もういや、これでも、うん、もうちょっと早い時間に着いてたら、うん、ちょっとブラッとね、うん、井野田さんも見たかったですよ、うん、とはいえね、うん、あの時間ではなかなか。夜中にイノナモータースの前通ってうわーって言いますか出てこいとか言って。イノダさんがいい迷惑やな。住んでへんわ、ここには。住んでへんけれども、うん、あの周りの人にやな、うん、次の日になんや昨日変な二人が来てわーって騒いでましたえって言われて、うん、あれなんやみたいになるかもわからないじゃないですか。そしたらもう井野田さんに行かれんくなりますよ、わしら。まあ、ということで一回食べますんでカメラ止めましょうか。はい、はいはい、またラジオ収録しますんで、はい、はい、はい。